こんにちは。マリサだぜ。霊夢だよ。今回も？あれ？話は後だ。消えるぞ。出ました。このパターンね。ウプ主が、妙に気に入ってな。あ、パイ落ちていく、痛そう。ま、ウプ主は、永瀬玲子の動画をそのまんま見たいらしい。これからも、こうかしら？そうかもな。それで、今回は何するん？前回やった、赤い彗星はプロツアーの最後で。当然、それなりにクリアに苦労したんだが。ウプ主的には、プロツアー27のエンジェルの方がよっぽど難しかったらしい。そうなん、確かに、2000とも連続で勝ってたわよね。そうなんだ、多分、赤い彗星の走りが実写っぽかったからかもな。なるほど。ってことで、やるぜ。はいはい、ウプ主、どうせいつもの車でしょ。もう、この車しか使えんぜ。ウプ主、今回は比較的、ちゃっちゃと進んでいくわね。すでに、デュアルセンスを投げつけたいほど、エンジェルがクリアできないからだろう。このコース出せ。これまた絶妙なコースレイアウトだが、ドリフトはしやすいぜ。ああ、ここね。ステアリングで抜けるか、わざとドリフトしてニトロ貯めるか、ってコースだ。エンジェル、すぐ視界から消えるんでしょうね。ま、消えるわな。抜いちゃったら面白くないもんね。上り坂ってのもあるがな。最初の小さい試験みたいなとこで。ウプ主、久々だったんで、そのまま行くか、ドリフトするかで迷って、当たってる。この緩い右コーナーも、ステアリングでもドリフトでも行けるな。ここも、そうだな。その時の周回数や、順位で走り方が変わるわね。ここからは、ドリフトしまくりになるぜ。トンネルね。このトンネルは、道幅が比較的広く、ドリフトはしやすいぜ。そうなのね。ドリフトでニトロが寄ったまるぞ。そうね、曲がりまくりやけど、単調なコーナーばっかりね。もうすぐ、出るぞ。出てからの高架道路が、いやらしいというか、走りにくいぜ。前回の、赤い彗星とはまた違った、背の強いコーナーが多くなるぜ。こんなところね。何箇所もあるぜ。あらら、ここもね。最終コーナー手前なんか、上りのジャンプがあるぜ。ウプ主、ニトロ使ってみたが、エンジェルとの距離は変わらんな。一周目だからね。二周目に入った。ウプ主、ドリフトで抜けてるな。この緩いコーナーも、あえてドリフトしてるぜ。ウプ主、ニトロを貯めたいんだろうね。ウプ主、ニトロ使った。この辺りは道幅も広く、使いやすいな。トンネル内のコーナーもドリフトしやすそうだろ？確かに、道幅、広いね。いいけど、エンジェル、いないわね。背の強い効果部分に出るぞ。ウプ主、もう当たっとる。また、当たってる。まだ当たってる？当たるのなぁ、リプレイで見れば、当たるようにできてるぜ。へぇ、そうなん。あ、もう次、最終ラップよ。ウプ主も、ニトロを無駄に使わなくなったな。タネまくって、一気に使うのかしら？どうするつもりかなぁ？この辺りはドリフトしないで、ステアリングで抜けるな。どうでもいいけど、セガなら、あの釣ってる鉄骨落とせるだろうね。バーチャファイター3くらいまでのセガなら入れてたな。もう、トンネルだけど、ウプ主、大丈夫？
とりあえず、ドリフトしまくりのトンネルでニトロ貯めるか。近くにいるのかしらね。ブラインドコーナーばっかりでわからんな。そろそろ、高架道路ね。出るぞ。少しは視界が開けるわよね。うちのし、我慢できなくて、ニトロ使った。もうすぐ、フィニッシュだもんねー。いないなぁ。いたぁ。ここまで来たら、うぷぬし、ニトロ使うしかない。並んで、抜いた。ジャンプよ。うぷぬし、最終ストレートでニトロ使う。勝った。この動画だけ見たら、最後の最後に。ニトロ使って、はい勝ちましたって感じだが。これまでが、負けまくり、試行錯誤の連続だったんだ。負けた時の動画の方が面白いくらいね。実際、そうだぜ。うぷぬしが負けまくって、導き出した。エンジェルの時計回りの攻略法が、これなんだ。最後までほとんどニトロを使わず。最終ストレート前で追いついて、ニトロで抜いて逃げるのね。うぷぬし的にはな。今の時代、ネットを探せば、当時の攻略法が拾えるかもしれないが。うぷぬしは探さなかったぜ。うぷぬし、本当に試行錯誤したのね。超大昔、セガサターンで、セガラリーをやった頃は、当時のうぷぬしは毎回、セガサターンマガジンを買って、連載されていた攻略法を読みまくったもんだぜ。セガサターン、懐かしすぎて泣けてくるわ。で、動画の高架道路に戻るが、いつも当たるとこね。絶対当たるコーナーの前を見ればわかるが、ジャンプするんだな。ほんと、で、着地地点からじゃドリフトが間に合わないのね。そうなんだ。ジャンプ前に速度を調節したりすれば、もしかしたら、コーナーをドリフトで抜けられるかもしれないが。うぷぬしは、ドリフトのきっかけを作るとき以外、デュアルセンスの、R1 トリガーで押し込みのスロットル全開だしな。そこは、うぷぬし、試行錯誤しても譲らないのね。うぷぬしの、性格上な。そうよねー。うぷぬし、この性格で、ゲーム以外の実生活でもだいぶ損してるぜ。なんか、悲しくなってくるわ。まあな。多分、3周目の高架道路までは、うぷぬしの走りを見る動画だな。うぷぬし、トンネル内でもちゃんとドリフトしまくってるわね。なんて実況しても、面白くないわね。そうだな、大クラッシュとか、うぷぬししないしなぁ。このコースじゃ、大クラッシュはないわねー。とか、ドリフト失敗して、ハーフスピンみたいにもならないしな。そういう意味じゃ、うぷぬし大好き。ダウンタウンレイブシティなんて面白いコースよね。だよな、うぷぬし大好き電光掲示板も夜でよく見えるし。最終ラップに入るわ。そういえば、このコースの音楽どう？そうだなぁ、やっぱり時代だな。うぷぬしなんかにゃ、自然に耳に入り、何の違和感も感じない。なんとなく、丸太っぽいかな？たとえ、降る。そうか？ま、いいわ。うぷぬし、なかなか綺麗にドリフトしてるんじゃない？このトンネル前の、コーナーは次の反対回りで。ニトロ使って、抜いたり抜かれたりするんだな。それも、反対回りで苦労した、うぷぬしの試行錯誤ね。そうなんだ、次でやるかどうかは知らないが。あ、高架道路に出たわよ。最終ラップだし、うぷぬし、行くぞ。もうすぐ、エンジェル見えるわね。これ、いたぞ。エンジェルも曲がるのに苦労していたようだな。うぷぬし、抜いたわ。あとは、ニトロで逃げ切りだな。うぷぬし、やっと勝てたのね。実は、そうなんだな。この画面にも感慨深いものがあったのね。で、ファイナルラウンド、半時計回りだぜ。うぷぬし、反対回りも負けまくって、試行錯誤したのね。多分、さっきと同じくらい、負けてるはずだ。でしょうね。今度はストレートエンドの、下りでジャンプした後になる左コーナーの、ドリフトが失敗しやすいな。結構、ストレートが長かったのね。もうすぐ、下りだぜ。ジャンプね。
うつむし、失敗せずにドリフトしてるだろ。なるほど、これも負けまくった試行錯誤の賜物ね。そうなんだ、最初はアウト側に当たりまくってタイムロスしていたぜ。うつむし曰く、早すぎるんじゃないかってくらい、早めにドリフトをし始めるのがいいそうだ。確かにね、リッチレーサー系全体に言えてそうね。私もそう思うぜ。うつむし、トンネル内じゃドリフトに失敗してるけど。まあまあ、許してやってくれ。トンネル出るぞ。一周目は、エンジェル見えないわね。見えてて、切羽詰まっていたら、ニトロ使いながら。ドリフトして、羽のけてでも抜くぞ。試行錯誤したのね。この上りの、ほとんど直線みたいな緩い左コーナーも、切羽詰まっていたら、わざとドリフトさせてニトロ貯めるぞ。試行錯誤したのね、あ、見えた。うぶ主、抜けるなんて思っていないが、距離を縮めるためにニトロ使う。うぶ主、綺麗にドリフトね。だろ、試行錯誤したのね。もう、うぶ主、コース全部で試行錯誤してるぜ。まだ、エンジェル、見えてるわね。うぶ主、まだ仕掛けない。試行錯誤の結果でも、面白くないわ。そうだな、昔は攻略本だったが、攻略動画だと思って、見てやってくれ。なるほどね。視聴者の皆様方、退屈でしょうが、お付き合いいただければ幸いです。あ、うぶ主、ニトロ使った。これも距離を縮めるためだな、道幅も広いし。ニトロ、3本溜まっていたしね。でも、結構近くにいるわよ。2周目も終わるしな、うぶ主、どうする？もう、最終ストレートよ。うぶ主、ニトロ使った。うぶ主、抜きないのに、抜いちゃったって感じだな。じゃ、このまま逃げ切るのは無理？試行錯誤した、経験的には無理かな？言わんこっちゃない、な。また抜いた。ここから、逃げ切りは無理だと思うぜ。な、抜かれたろ。無駄な争いはニトロの無駄遣いになるぞ。経験的に、ね。そうや、しかし、エンジェルミスしてるな。次の左コーナー、行くか？我慢した、でも、うぶ主、ニトロ使った。まあ、3本溜まってるし、いい加減抜かないとな。でも、エンジェル、抜かせてくれないわね。うぶ主、ニトロ1本使った。それでも抜けない。最後のニトロ使って、試験で抜くぜ。勝ったわ。最後は結構きつかったな。そうね、ニトロの本数との兼ね合いね。まあ、このファイナルラウンドが攻略動画になるかというと、ちょっと微妙だな。もっと効率のいい勝ち方がありそうだ。でも、うぶ主、もう一回ファイナルラウンドを走りたくないだろうね。うぶ主、絶対やらんぜ。なんか、疲れたわね。あ、飛んでる飛んでる。うぶ主、負けまくって、試行錯誤の結果のドリフトだぜ。うぶ主、一応学習能力はあるのね。PSP でやり倒していた当時は、何も考えてなかったな。それでも、今より早く進んでいったのね。若いって、いいよな。ほんと、そうね。うぶ主なんか、ちょっと前までは、若い頃に戻りたい、なんて夢見たが、最近は、これ以上追いたくないって考えてるぜ。夢見ても、追いは迫ってくるからねー。いつまで、コントローラーを操作できるんだろうな。スマホみたいに、老人用コントローラーなんて出たりして。もう、研究なんか始まってたりするんだろうな。ああ、追いたくないよ、死にたくないよ。マリサ、落ち着いて。まずは、健康診断よ。霊夢、子宮がん検診やってるか？してへん。だよな。今の若い子はいいよな。あ、HPV ワクチンね。そうなんだよな、HPV は子宮頸がんの原因だからな。それに、最新のワクチンは9価なんだぜ。9種類の HPV に効くのよね。将来はもっとすごいのが出てくるんだろうな。人類は子宮頸がんに打ち勝っちゃうわね。子
宮系がんにはな。って、私ら何の話してんの？うぶ主の家の話からだな。今って、2週目よね？そのはずだ。なんでもないわ、ただの確認。ところで、ファイナルラウンドの音楽はどう？やってる時には、ほとんど耳に入ってこないな。真剣、というか、必死だからね。ま、プレイの邪魔を全くしない音楽だな。こうやって聞くと、かっこいい音楽よね。これも、世代だな。うぶ主、ここで意図せず抜いちゃうのね。逃げ切れはしないけどな。相変わらず、ここのドリフトは綺麗ね。すぐ後ろにいたんだな。エンジェル相手だから、うぶ主、ニトロ使っても簡単に抜かれてるな。この辺りで、無駄な争いしてるよな。もう、ファイナルラップなのにね。エンジェルの走りも破綻してるけどな。一戦目よりは、見てて面白いわ。うぶ主、横向いて、トンネルから出てきたぜ。そろそろ、うぶ主の攻めの走りね。そのはずだぜ。行くぜ、行くでー。って、言って、なかなか抜けないのよね。うぶ主、溜めておいたニトロを順番に使う。で、最後の最後で抜く。勝つわけね。何度も言うが、負けまくって、試行錯誤を繰り返し。やっと勝った2戦だ。そりゃ、笑いも止まらないわね。そして、エンジェルがデリバリーされるのね。また、封印されてきた。ノージャだ。4本立ちね。初代、MSX みたいだな。空気抵抗の大きそうな、ヘッドライトだな。次、行くぜ。では、恒例の、うぶ主がエンジェルを運転して、デュエルに挑むぜ。やっぱり、やるのね。ここで、エンジェルの設定と、画像が見れるんだが、最後が、その性能はいかに？なんて書いてある。なんか、天使の絵を車に隠って、不吉ね。こんなん走ってたら、やばいやつだぜ。道、譲った方がいいわね。もろもろの意味でな。やっぱり、初めての車は、このコースね。昔の車雑誌の、箱根ターンパイクみたいなもんだな。うぶ主は、嵐山、高尾パークウェイだがな。スタート。なんか、タコメーターのメモリと張りが気持ち悪いわ。まあ、設定通りというところか。いきなり、ハンドリングも気持ち悪いぜ。ドリフトも、赤い彗星より癖が強すぎだ。あ、うぶ主、必死でドリフトを収束させてたら、抜いてたぞ。抜く気なかったのね。うぶ主、全くなかったぜ。ニトロ使わず、エンジンだけで、350キロ出てるわよ。ああ、制御しにくいぜ。ミラー見てる余裕なんてないわね。ないない、全くない、デュエル、来てるんなら勝手に抜いてくれ。直線で蛇行してるわよ。最終コーナーも必死だぜ。やっとまっすぐ走っているようだ。2周目に入って、今まで1回もニトロ使ってないのに。ニトロ溜まる速度が遅いわね。そうかもしれん。そんなことより、次のコーナーちゃんと曲がれるかな。アウト側に当たったね。ああ、ここも失敗だ。曲がった。収束しないでー。おわ、当たって傾いたやん。もう、最終コーナーよ。
子、今回はうまくドリフトできたか。最終ラップに入ったわ。少しは慣れてきたかな。当たってるけど、当たるくらいはほとんど影響ないぞ。このコーナーはファイナルラップまでいまいちだな。気がつけばニトロ3本満タンね。いつから3本とも満タンだったんだろう。全く見てなかったわ。もうすぐ最終ラップのトンネルよ。今まで1回もニトロ使ってないよな。もう最終ラップの最終コーナーだわ。なんとかドリフトが決まったかな。勝ったわよ。めちゃくちゃ走りにくいがニトロ使わずに勝ったな。それだけニトロなしでも速いのね。まっすぐ走るのも難しいけどな。下手くそなリプレイだろうな。進行方向向いてないわね。いきなりこのドリフトで偶然抜いちゃうんだよな。ほんと、偶然って感じね。リプレイで見ると、意外とちゃんと曲がってるな。ここはコーナーの脱出で乗り上げてるわね。いつもリプレイでわかるけど、ジュエル、ちゃんと追ってきてるわね。なんとなく、ニトロ使ってないのに、ドリフト速く見えるな。ジュエル、いるいる。少しはまともになったか？ま、こんなもんだな。許せ。当たった。ここは、2周目でも乗り上げる。しゃあないな。デュエル、かなり近づいてるわ。ああ、めちゃくちゃやん。もう、デュエルに並ばれかけだな。でも、ニトロなしで、ドリフトと直線で離せるな。確かに、離したわね。最終ラップよ。黄色く光るのは、ニトロじゃなくて、バックファイアかなんかだな。ニトロは青い光だもんね。当たった。デュエル、近くにいるわよ。お、今度はちゃんと曲がった。失敗してたら、デュエルに抜かれていただろうな。ニトロなしで話すぞ。やっぱり、エンジェル、速いわ。いいドリフトね。まあまあ差をつけて、勝ったぞ。それも、最初で抜いて、一回もニトロ使わずにね。やっぱり、エンジェル速いぜ。あなたには空腹が足りないわ。と、言ってやりたい気持ちはわかるけど。空腹が足らんのは、ウプ主ね。ウプ主、今回は頑張ったがな。また、いつもの終わり方ね。せやねん。これ、入れないと、ウプ主が機嫌悪ってな。変態、アホや。今回の動画はこれにて終了です。最後までお付き合いしていただいた皆様方、お疲れ様でした。なんかお気づきの点やリクエストがございましたらコメント欄に。もし、この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録と高評価をいただけましたら幸いです。それでは皆様、大変お忙しいところ、ご視聴いただきありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。
ゲームオーバー。